インプラント、ピアス、肉体先行、タトゥー身体改造は、習慣やファッション、刑罰等として、体の形状を変更すること。抗議の身体装飾に含まれ、身長、狭窄、切開、切断、縫合、焼射などの手段を用い、人間の肉体に意図的に、また多くの場合は、恒久的に変形を施すことで装飾する、行為である。民族学、 文化人類学の分野では、身体変更と呼ばれ、人体改造や肉体改造とも呼ばれる。身体改造行為の歴史は古く、石器時代にも遡るとされる。また地理的にも広い範囲に、数多くの事例が存在する。変更の目的としては、医療、儀礼、呪術や宗教、身分地位、性別、年齢、所属、職業等の表示や、刑罰、 また純粋に美意識に基づく装飾まで様々なものが見られる。伝統的な身体変更は他の文化圏から未開で野蛮な行為だとされたり、また幼少期から時間をかけて変形させるものは野蛮で残酷な習慣とみなされ、差別の理由とされる場合もある。身体改造行為は多くの場合、身体の形状を変更した上で自然な形に見せる美容整形とは区別される。 なお、肉体改造と表現する場合には、特にボディビルなどのエクササイズを指すこともある。これらでは、肉体を構築することを目的に、運動や筋肉トレーニング、サプリメントの服用などといった行為を行い、近年ではそれらが医学的に研究されたスポーツ医学の分野で、科学的に肉体を構築する技術が発展している。身体改造は極端な事例では、 肉体の持つ機能を損なう場合もある。また現代におけるファッションとしての身体改造の手術の多くは、たとえ生命に関わる危険性の高いものであっても、正規の医療資格者や施設以外で行われ、自ら施すことも少なくない。大抵の場合は失敗なく完了するとはいえ、時には重篤な感染症等を引き起こし、医師による治療が必要になったり、 意図せぬ障害が残ることもあるため、医療機関での手術が可能になるための活動もなされている。身体改造の一例唇に円盤を入れ変形させているボディサスペンションスプリット単身体改造には多様な方法がある。ファキール・ムサファー。1982年カルフォルニアで行われたカバディサイでのプレー現代において理由は様々であるが、 過剰な身体改造を施すことを探求し、また実演を含むパフォーマンスを行う人たちがいる。ストーキングキャットは自らを虎の姿に改造しようとした。ファキール・ムサファーは自らの身体改造をボディープレイと呼ぶ。ジェネシスポーラピー・オリッチの様々な身体改造による変貌の様は2011年の 第61回ベルリン国際映画祭のフォーラム部門で上映されたドキュメンタリー映画、ザ・バラード・オブ・ジェネシス・アンド・レディ・ジェイで描かれた。また、身体改造愛好者の大会もある。身体改造サイトブムが主催する世界大会モディコンは、1999年にカナダのトロントにて、第1回が開催された。ベムは2003年より、野外イベントベムフェストも開催し、 愛好者たちの交流の場となっている。日本でもクラブシーンなどでパフォーマンスが行われることがある。ありがとうございます。